宝塚市立病院は、兵庫県宝塚市が設置する、公立病院である。病院の理念は、市民の健康と命を守ります。兵庫県指定地域医療支援病院、兵庫県指定救急国事病院、兵庫県指定災害拠点病院、兵庫県指定感染患専門医療機関、公益財団法人日本医療機能評価、機構認定病院、床を備える、 大規模総合病院である。この府市は医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。この府市は医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。県内の地域医療支援病院一覧、兵庫県健康福祉部健康局委員部企画調整班、 2020年6月17日閲覧。救急国示医療機関一覧。兵庫県健康福祉部健康局務課。2020年6月17日閲覧。災害拠点病院の指定状況。兵庫県健康福祉部健康局務課。2020年6月17日閲覧。肝疾患専門医療機関。協力医療機関。 兵庫県健,健康福祉部健康局疾病対策課。2020年6月17日閲覧。病院評価結果の情報提供。公益財団法人日本医療機能評価機構。2020年6月17日閲覧。誤って、尿管を切除宝塚市立病院で医療ミス。産経新聞社。2020年6月17日閲覧。 認識甘かった検査室の排気装置不調。宝塚市立病院が謝罪。神戸新聞2019年11月1日19時30分。2020年8月14日。閲覧。ありがとうございます。